ただいまー。はあ。疲れた。ねえねえ、疲れた。癒して。うん。そっかー。仕事中かー。じゃあ先着替えて終わるまで待ってる。ねえねえ、まだかかりそう そっか…早く終わんないかなんもしかして終わったの <laughs> やったーやっとだキゅー <laughs> だって仕事の邪魔しちゃいけないと思ってずっと我慢してたんだもん待ってるの寂しかったよ。 <laughs> ちゃんと待ってて偉いじゃあもっとよしよししてうーん <laughs> 仕事そうそう今日はすっごい疲れたよいつもよりお客さん多くてさフロアに出てる人も少なかったからバタバタだったのリモートで働けたらいいのにな昼間も君と一緒にいられるし まあ接客だから無理なんだけどねあ洗濯物取り込んでくれたんだ毎日やってもらっちゃってごめんねううん軽くたたんでくれるだけでもしまうの楽だもんありがとうご褒美に私もよしよししてあげる <laughs> あ,あそっか 家にいると座りっぱなしだから体動かす時間ないもんね気分転換になったならいいんだけどあそうだ晩ご飯どうしよっかえ私が食べたいの作ってくれるのやったー <laughs> じゃあねこの前君が作ってくれたパスタがいいなうん あれ、すっごいおいしかったからまた食べたい買い出し入りそううんじゃああとで一緒に行こっか今はまだぎゅーってしてたい <laughs> うん君にくっつくの安心するデートの時そんな密着してるかな もしかして嫌だったりしたえー、恥ずかしいだけならいいじゃん。私ドキドキするけど恥ずかしくはないよ。だって好きな人には全身で「好き」って伝えたいし私も君の気持ちいっぱい知りたいから。ほらこうやってギューすれば君の心音も聞こえる。 <laughs> 恋人なんだから変に隠すよりはよくない嫌なところがあったらお互い言い合って気をつければいいしそう私は君のこと大好きだからこうしていっぱいキューするのほらなでなで止まってるから続けて <laughs> ねえねえ私のこと好きうんじゃなくてちゃんと言って買い出しほら恥ずかしいからって逃げちゃダメ言ってくれるまでギューやめないよ <laughs> 私も好きずっと一緒にいようね <laughs> じゃあ買い出し行こっかううん、うん、疲れてたけどいっぱいギューして充電できたからあたしも行くそうだついでにさこの前 CM でやってたお菓子も買っちゃおうよ <laughs> そうそう2人で美味しそうだねって話してたチョコクッキー晩ご飯の後で一緒に食べようん それじゃあ、着替えてくるね。